で、その反動をもらうときに、さっきも言ったように、ブレちゃうと、逆に遅くなっちゃう。ポンと、体が残った状態で踏みたいんですけど。動くたびに重心まで一緒に移動しちゃうと、こうロス。ここを一定にしたまま、パンと。動くために先にちょっと体幹のトレーニングちょっとやってみましょう。で、次なんですけども、これ多分ね無意識でやってると思うんですけど、こっちにカットインするときにこのままこうはあんまりいかないと思うんです、うん、時におそらくここから一回外にワンテンポ、ここのステップ確かに大事で、ここよりは一回ついての方がちょっとやっぱりスピード感出せるんですけど、そこの使い方をもうちょっと細かく、コントロールしていきたいんで、ちょっとその辺の意識づけをちょっと最後やっていこうかなと。はい。で、最初はね、ちょっと降りたないで、ただね、ちょっと最初地味なことがある。逆になんでこれ、ちょっと速くなるかわかります？そうです。で、その反動をもらうときに、さっきも言ったように、ブレちゃうと、逆に遅くなる。ポン、ポンと。残った状態で踏みたいんですけど、そこのイメージ作りのためにまず両足立てますね。で、大事な感覚がありまして、まずじゃあ、僕は右足上げるんで、左足上げてみます。上げるってことになりますよね。この時に要はこっちに乗ってるんです。今上げた瞬間これでどうなるかっていうと、カットインの時は要はこうなってブレちゃうの分かります？なので、この時大事なのが、こっちの足とこっちの足、別のことやってる。竹馬乗ったことあります？はい。竹馬乗ってて、片方外すとどうなるかわかります？こうやって、こっち行きません。それと一緒で、ここの足、ここの足、両方で支えてる状態をイメージして、いわゆる二軸です。軸二つ。で、要は、服部さんの右足で支えて、左足を外した状態。すると、バランスがそのままここに乗っかってたものがポンって外れるんで、乗っかってたものが落ちちゃう。この感覚、この感覚。離すと自然に落ちる。落とす、移動するじゃなくて重力。うまいです。この感じ勝手にパッと落ちますよね、はい、これができれば要は蹴らなくていいですね。そのまま要はこうパンって感じなので、落ちたところそのまま踏んであげればいい。ここ勝手に書いてそうですよ。だからまだそこの二軸の感覚、離したら落ちるからそこをもらってあげる、うん、はい、うまいですよ。これ結構最初に手間取る人が多いんですけど、今結構この感覚うまく作れてる、うん、この感じ作ったまましっかり体は残して、ではさっき言ったようにここ別々の役割も、体と足と別なんで、体と足というか軸が別なんで、上げた方の足は落ちるけど上げてない方はそのままいるよっていう、まあ、こっちにバッと倒れて、そこを踏んでさっき言ったように勢いで、また足のつき方の話なんですけど、やる前にちょっと一つ確認で、このまっすぐ立った時につま先浮かしてもらって、つま先浮かす。これが要は立っている状態からつま先浮かすとかかとがつくじゃないですか。で、かかとがついたときに一緒に体の重心まで移動されると、要はこうなるだけですね、はい、じゃなくてこの立っている状態のこの重心の位置は変えずに、足のついているところだけ減らしてかかとだけにする。すると前に、これも、ということ物理学の話なんですけど、あんまり細かい話はしないですけど、要は支えがしっかり、ずれた状態なんだけど、重心は移動させない。これが大事です。で、応用です。この踏むとき、これどうしても切りたくなっちゃうんですけど、このときも、さっきの二軸の感覚で、ポンと外したやつを、そのまま待って、ぐっと踏むだけでいい。で、この踏むっていうのが、さっきのかかとのポンと、これやつです。
この動きを疑似的にやれてですけど、かかと浮いてますよね。これを同じようにちょんと落としてあげるようなイメージやってあげると、最悪つかなくてもこのまま進むんですよ。いわゆる身長反射ってやつでもあるんですけど、それをだから無理にグッと踏み込むと自分の力みでその反射を全部消してしまうんで、全部もらって、うん、自分に任せちゃってオートで全部やってくれます。はい、そうです、そうです。それができるとそんなにこう力みなく自分で無理してグッと踏み込まなくてもいいですし、何より滑んないので、こうやってグッとやるとグッていっちゃうじゃなくて、そのままグッと下に踏めばいいので、もちろんその時あまりこう状態がこう暴れない方がいいので、このまま保持しながら、そうです、感じがベースです。なので総括すると、このまず横の軸を2本想定して1個外すと倒れる、これを素早くやって踏む。で、足のところもつま先がついてるけど、つま先に重心を乗せるんじゃなくて、重心はそのままの位置でかかとちょっと下ろすように踏んであげると進むよってことですね。これ大事です、ちょっと覚えてください。で、その最後の目です。さっきのサイドステップの感じと足の踏みを合わせて、一応形だけ最後ちょっと練習してみます。はい、それで、あ、はい、仕掛けてみて、そうです、サイドステップの感じと踏む感じ、そうです、そうです。あ、今ね、はい、体から、あ、そうです、そうです、つかめたらちょっとスピード上げていってみましょうか。 OK です、 OK です。ちょっと芝が深いんで大丈夫ですよ。次もう一回行きましょう。はいはいはい、そうです、ちょっとじゃあスピード上げて再度駆け抜けるつもりで行ってみましょうか。はいはい、ちょっと逆しましょう。このまま乗ったら、そんなに振っちゅりすぎちゃうと、まあ、もちろんそういう動きもあるんですけど、ただこっちまで振りすぎちゃうと早く振るのが大変なんです。ここにあくまでポンと振るだけ、さっきのステップこの中頭にポンと外しちゃって、うん、で、ここもだから踏み込みすぎちゃうとあんまり意味がない。この時に意識がこっち弱くなる。そうです。今結構近い。で、サイドステップの方。ああ、そうです。ここがガチッと固まってるとこうなっちゃう。近い。と思ってもまあ。体が上半身硬いところがもう下にこうなっちゃう。ちょっとそこを今多分グッと力入れちゃう習慣がついてる。なんでこれそこ上がリラックス。あ、いいです、いいです。グッとちょっと転倒してあげて今。ああ、ゆっくりしてからどこまで突っ込んでここからスピード上げられる。このままこれだけだと今日は緩急がないんで、あまりかからない。ここからポンポンって入れるにしても、ここからこっちにスピード上げる瞬間がないと、ギアを上げないと。その時にここの踏み込みをしすぎてもいけないし、今度踏んだらこっちに、あ、そうです、今です、今です。ちょっとでも踏み込みがちょっとですね、うん、あ、そうです、ポッポッポッ、はい、うん、今よかった。この時に無理に上げようと思うと硬くなって結構遅くなっちゃうんで、ふわーっと入ってポンポンっていった方が結構速かったりする。速いの字も例えば本当に足が速いの、あの心臓の方が速いもありますけど、テンポが速いやの、うん、あっちの速いの方だと要はそんなにスピード感なくてもタイミングがずれる、出れます。あんまり頑張りすぎない。
ちょっとこっちが主張が激しい。そうです、そうです。で、逆にこっちの手がもう少しいっちゃう。こっち、ここがついて、手付けでちょっと引っ張ります。もうここら辺でそのポンって出てる。預ける感じで突っ込んでいく。振られたぐらいの感じで、あ、そうです、振られた感じの、そうです、そうです、はい。ちょっと本当に落っこちていくぐらいの、ね、ぐらいの距離でもいい。こっちは多分スピードが上がりやすいと思います。まあ、自然と出れば一番なので、まあ、ちょっとまだ足りないところですか。はいはいはい。まだこことここが離れてる。そうです。はい。この感じ。ここがぶれない。そうです。はいはい。ここが要はさっきみたいにこうなってるってことは重心がぶれてるんで、どうしてもこの。スピード感一回殺さなきゃいけなくなっちゃってね。ここ安定させてあげて、そこにボールが一緒についてくる。動ける感じ。このまま。ここにボールがある、ボールがあると思うと足が出てブレーキかけて、あ、やべ、追っかけなきゃっていうサッカーになっちゃうので、ボールはあるんだけど体を動かしていくことでこう違和感がない状態で、そのまま体と一緒にボールがついてくるよって状態。できれば体の先に作った重心をそのまましっかりついてきてくれるよって感じですね。はい。ボールに持ってることに対する違和感をなくせるようにしたら、さらに強くなるんですね。はい。はい。ということで、今日はカットインのスピードを上げるトレーニングをやってきました。最初はそのカットインするために安定したこう動きを作るための体幹のトレーニングをやってきました。で、その後にその体幹を生かした重心移動の動き方のためのサイドステップだったりとか足の踏み方。このトレーニングを進めてきました。今回どうでしたか？カットインの時のコツが少し分かりました。まあ、基本的にはやっぱり続けて、ね、いかないといけないところにはなりますけど、このままちょっとサポートしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。